退化した議会、退化した議会は、バンクシーによる2009年の絵画である。カンバス地に描かれた、油彩画である。議論しているイギリスの庶民員の政治家たちを、チンパンジーたちに置き換えている。2019年10月3日、ロンドンで行われたサザビーズでの競売において990万ポンドで、落札され、今までのところ、バンクシーの作品の中で2番目に高価なものと、 なっている。この作品は2.5メートル4.2メートルの大きさがあり、バンクシーのキャンバス作品としてはこれまでで最大とされる。2009年にブリストル私立博物館、美術館のバンクシー展示会で初めて展示された時はクエスチョンタイムとの題名が付けられていた。2011年に個人収集家に売却された。 チンパンジーたちの描写は、バンクシーの2002年の作品、ラフナウに共鳴していると書かれたエプロンをつけた猿の列を描いている。バナナやいくつかのランプなど細部に再び手を加えられ、解体された作品は2019年3月29日に、ブリストル市立博物館、美術館がブレグジットを記念して、再び展示した。バンクシーは、今は笑え。だがいつか、誰も、 責任を取らなくなるとコメントした。2019年10月の競売で落札された。ありがとうございます。